おさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、えーとですね。先日ですね。あの交通事故ありましたね。1人が丸されて1人が2人がね。怪我されるっていう交通事故ありました。その映像を見させていただいたんですけれども。うーん、なんかちょっと前行ってドーン後ろ行ってドーン前行ってドーンみたいな。 そんなことあるのかなって本当にでもね今回ねあのー、丸された方ねもう本当にねお悔やみ申し上げます。でちょっとねあのー、前の池袋のあの事故ねあの奥様とお可いいお嬢ちゃんがねもうこうね丸されちゃったんですけど。 その事故を思い出しまして、はじめあの被告もですね、あの、車が勝手にっていうふうにおっしゃってたんですよ。おっしゃってたって言っちゃったんですけど、もう言ってたんですね。で、まあ私もちょっとそれおかしいんじゃないかなと思ってたんですけど、あのー、今回もね、プリウス。あの時もプリウスですね。本当 本当になんかちょっと不思議な感じを受けます本当にあんなことってあるのかなってまあでもみんなあの,年配の方なんですよねあの若い人ってあんまりないっていうかどもしかしたらこうああと思ってこうやった時にやっぱりあの私も高齢者の方を見ることが多いので。 思うんですけど反射的にこうなんて体がこわばっちゃうっていうかあの足がつんのめっちゃうっていうかそのね拘縮しちゃうっていうかその瞬間的にあの反射神経が麻痺回路が麻痺しちゃうっていうことがやっぱり見受けますねなんかうんまあ年齢的なこの思考回路っていうか思考回路じゃなくて神経回路の 電の,伝,の伝達が遅れてしまうっていうのもあるみたいですでうんそういう問題なのかなと思ったんですけど実はもうあのえっと私の知り合いの方でタクシーのドライバーやってる方なんですけど結構あのすごく運転がうまい方なんですね慣れてる方でもう自分はもう運転歴長いしでもまあ うんと70代80代に近い70代後半ですねであの先日ちょっと九州の方に行った時にですね、えー、ちょっとねあの遠,遠出をされて高速で帰ってくる時にですね高速道路上でエンジンが急停止したらしいんです。 で慌てて路肩に止めてそれで落ち着いてなんかちょっと操作しながら、えー、エンジンがかかって出発ができたっていうふうなことがあったんですね。あれ止まってもうそのままだったら高速道路上なんで結構なスペードで100キロ以上でみんな走ってくるのであ追突されて命が。 なかったっていうふな話をしてましたそれもププリウスなんでですすすよ本当にね運転はすごくロよね。それあのお客さん乗せてたわけじゃないんですけどすごいねちょっと危ないかなっていうのを感じなんでそんなふなことがあるんだろうっていうのを思ってますけどその方もちゃんと何て言うかな運転免許を更新されていて。 もちろんですけど、あの？うんと、あちらのちくわは店、ね、やってないです。ちくわはやってないんですよ。ね、どうなんだろう？それも関係あるのかな？なんて思ってますけど、うん？なんかすごいプリウスプリウスなんですよね。確か前駐車場から起こったっていうのもプリウスじゃなかったかなと思ったんだけど。 ちょっと気になってましたので動画を上げさせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。